はやぶさ2は11年をかける新しい旅に出発します。目標天体は微小小惑星 1998KY26。 たった30メートルしかありません。このような小惑星にランデブーするのは世界初になります。まずイオンエンジンを使って加速しながら太陽を6周半、その間にさまざまな運用形態や新しい観測にチャレンジする予定です。長期間にわたって運用を続けることで運用の省力化や消費燃料を抑えた運用方式を確立できると考えています。この長い巡航期間を活用してはやぶさ2は科学観測を行います。一つは行動光を太陽からの距離を変えながら観測することができるので惑星空間に漂う塵の分布を明らかにすることができます。さらに系外惑星が恒星を横切るトランジット現象の観測にも挑みます。そして一つ目のハイライト、小惑星 2001CC21 に高速フライバイします。フライバイは一瞬のワンチャンス、望遠の効かないカメラで行うかなり困難なミッションですが、今までの経験を生かして撮影にチャレンジしたいと思っています。いやー、ワクワクしますね。そして2度の地球スイングバイを行います。この時地球からもう一度はやぶさ2を見ることができるかもしれませんね。そして2031年、いよいよ目標天体に到着。相手が小さいのでより高い誘導精度が求められます。今度の小惑星はどんな姿を見せてくれるのか今からとっても楽しみです。10分余りで一周する超高速自転天体です。なぜこのような小惑星がバラバラにならないのか科学的興味はつきません。とにかく見てみたいです。地球に落下する巨大隕石はこのような小惑星だと考えられていて、その特徴を知ることはプラネタリーディフェンスにとって非常に重要になります。まだはやぶさ2にはリュウグウへのタッチダウンでも活躍したターゲットマーカーとプロジェクタイルが一つずつ残っています。サイズが小さく自転スピードも速いので難しいと思いますが、ターゲットマーカー投下やタッチダウンなどにも挑戦できればと思っています。私たちは今新しい旅の始まりにワクワクしています。また新たな挑戦です。新しい旅だ。最後の弾丸を打ち込むぞ。頑張りましょう。はやぶさ2は不滅です。もう一度行け。行くぞ、次世代の旅へ。目指せ未知の小惑星。